横浜市にある横浜地方裁判所です。横浜市じゃなくてね、川崎市に対する情報公開訴訟の裁判の期日がありました。今日10月7日11時から、503号法廷で502号法廷でやったんですね。でそれでですね、その内容っていうのが、川崎市がね、童話の相談事業をやってると、まあ、全日本童話会とあと解放同盟がね相談事業をやってるんだけども、その相談の担当者の名前とかね住所連絡先公開しないのはおかしいじゃないかと、そもそもそれ公開しないでどうやって相談事業をやってるのっていう、まあそういう裁判なんです。だからまあその窓口を公開しなさいというふうに私が情報公開訴訟をしてるんですね。で、横浜市はどういう主張をしてるか、横浜市じゃない、川崎市か、川崎市がどういう主張をしてるかっていうとですね、その、まあ、童話団体に対してはその関係者に対してはそのなんかいろいろね嫌がらせだとか誹謗中傷するやつがいるっていう話なんですよね。これもねなんかいろいろコロコロ変わってるんですよ。これ、まあ、裁判より前の話なんだけど、最初はその童話関係者だからみたいな話だったんだけど、なんかもう違うっていうことがバレちゃって、そしたらなんか童話団体に対する誹謗中傷がどうなのっていう話になってるんですね。あとはですね、まあ、これはあくまでも正当な事業だと、ブラック差別解消推進法に基づいたですね、あの童話問題の解決に資する事業であると。あとはですね、僕の全国ブラック差別調査裁判のことも言われてましたね。あとその相談窓口を公開しないことについては、いや相談できるでしょうと、そのネットなんかで解放同盟だったら解放同盟の上部団体の連絡先を調べてそこに連絡すればできるじゃないですかっていうような、まあ、そういう感じの主張をしてたんですね。で僕はそれに対して、まあ、今回出した書面で主張しているのは、いやと、そもそもその誹謗中傷とかそういう話って童話団体じゃなきゃそんな話出さないでしょ。例えばこれは農協とかね漁業組合みたいなもんだったらそんな話持ち出さないでしょと。あとですね、重要な論点忘れてました。これ、個人の名前とか住所とか、その普通だったら個人情報になるところなんだけども、その一応情報公開条例の、ね、例外規定として、事業者だった場合っていうのは公開になるわけです。まあさすがに会社名とかその事業を営んでる人について非公開ってのはおかしいでしょっていうことなんで、公開するっていうことは定められてるんですけども、まあ、あくまで相談者は事業者じゃないっていうふうに、川崎市側は主張してるんだけども、でも開示された書類でお金の流れを見てみると、川崎市の補助金がそのまま相談員に渡ってるんですよ。まあ、何十万ってお金がポンとそのまま相談員に渡って、相談員の、まあ、報酬みたいな形になってるから、これってこの相談事業をやってる人はもうこの相談者本人でしょ、お金をもらってる本人でしょと。だからその人がもうまさにこの相談事業をやってる事業者なんだから、その人のなんか連絡先交換しないのはおかしいんじゃないかと。まあ、最低限電話番号とか分かんないとね連絡のしようがないですから、というようなことを主張したんですね。あと全国ブラック調査のことでなんかね、その自転車は解放同盟関係者の個人名なんかをネットに晒したって言ってるけども、まあまあ、そもそもこの裁判関係ない話だし、係争中のことだし、僕は晒したっていうのふうにはね、認定してない、されてないですか。まあ、実際晒してないし、そのネットにその何者かが書き込んだっていうのが、それが現状ですからね。それで、その、なんか上部団体云々っていうのことについては、僕は川崎市側に釈明を求めててですね、いやじゃあその上部団体の連絡先っていうのをじゃあこの法廷で出してくださいと、その連絡先とじゃあ実際その今回相談やってる解放同盟の川崎支部だとか全日本武道和会の川崎支部にじゃあ連絡を取る具体的な方法っていうのをじゃあ示してくださいと、ね、ネットとかで調べれば分かるっていうことならじゃあその方法をこの法廷で言っても構わないでしょっていうふうに私は主張したわけですね。あとまあ、童話事業なんか正当だって言うけども、川崎市って童話事業やってないんですよ、もう昔から、もう当初から。川崎市は、まあ、3カ所一応部落はあるんだけど、全部未指定なんですよね。で、もう都市化してぐっちゃぐちゃになって、で、まあ今もそら、昔からの人とか家とか住んでるんだけども、まあもう寝た子を起こすなっていう感じだしね。まあそもそももう童話団体活動してないんですよ、事実上。で、地元の人もなんかもう、知らないというか、そうですね、地域によっては本当にね、もう当の住んでるもう昔からの家の人もなんかそんなここ部落だったのみたいな感じで、ね、ガチで知らないんですよ。まあ知ってる人もいるけどね、そういう状態なんで、
まあそのそもそも童話事業もやってないのに、一応そのこの事業っていうのは、童話事業の対象者に対する相談事業っていうことになってるけども、川崎市ってそもそも童話事業の対象者いないし、で誰が対象者っていうのもね、まあ、例えばよそから来た、よその童話地区から来た人っていう考え方もあるけど、そんなのを補足することできないですからね、わかんないですから、そんなあの、まあ、川崎市以外のね、どこが童話地区かとかそういうことって誰も教えてくれないんで、そんなんじゃあ誰かっていうことを補足できないから、もうこれ事業として破綻してるよって言ってるんですよ。もうまあ僕はね、もうこれエセ童話行為じゃないですかっていうぐらいのこと書いてるんですよ。そもそもまあ事実としてね、その解放同盟のトップにしても、その川崎市の柔道、あの全日本童話会のトップにしても、そもそも川崎市民ですらないってこと分かってるんですからね。だからその童話っていう名目で童話とは関係ないことにお金出してて、そもそも相談事業として成立してないっていうのは、これもうこの事業自体がエセ童話じゃないですかっていうことは僕は言ったわけです。ということで、まあとにかくあの事業者であるから、まあ当然出さないといけないっていう風になってるし、まああれこれあれこれ、ね、言ってもその事業としての正当性もないし、これはちゃんと出してくださいとね。その誹謗中傷を受けるって言っても、まあ批判の類じゃないですか。だから出せないって言うんだったら、そんないい加減なお金の使い方をしてね、悪口言われれば言われるほど公開しなくていいっていう変な話になっちゃうんで、まあ、そこはちゃんとしてくださいねっていうことにしたわけです。で次回なんですけどね、年明けて1月15日にまた弁論を開くことになりました。で、年末までに双方が書類を出すっていうことになってますので、まあ、また自転車のサイトで、その点はご報告いたしたいと思います。ということで現場からは以上でした。